法的を作れるアラナで女子ちゃんと男子は虜にしてますか？男を虜にするというこの言葉の表現、一見クズっぽくないですか？でも実は男ってたった一人の女子の虜になっている状態が案外一番心地よかったりするんですよね。男の人はやっぱり誰かのために頑張りたいという心理が強く働くものなんですよ。だから女子のみんな、男子をがっつり虜にしてあげましょう。女性が男性を落とすときに努力しないといけないポイントっていうのはたくさんあります。見た目だったり内面だったり、料理や家事のスキル、ありとあらゆることを武器にして男の人を落とすんじゃないのと思いますよね。実際に男性を虜にするにはたくさんの手段があります。しかし今回はこのフレーズを言うだけで男性が虜になっていくっていう超絶楽なフレーズを3つ皆さんに伝授します。まあ楽ちんなんでね、すぐにやっちゃってください。まず女子の皆さんに言いたいことが、恋愛には必ずチャンスが訪れます。そのチャンスはどういうタイミングかというと、男の人がちょっと弱気になったり落ち込んでいたりとか、自信を少し失っているタイミングっていうのが実はチャンスなんですよ。男は自尊心がすごく強い。言い換えれば、誰かに褒められたいとか認められたいという欲求をずっと持ってるけど、男性社会の中で自分は誰かより上で誰かより下だという比較を繰り返すことで自信がなくなっちゃうタイミングって必ずあるんですよね。そんな時に言い放つべき3つのフレーズがあるんですよ。テンポよくいきましょう。では1つ目、逆にそこがいいと思うよ。弱気になっている男性に対して、何も無理して変える必要はない、今のままでもすごくいいんだよ、素敵なんだよあなたは、という圧倒的包み込み。勉強結構したのに点数が上がらなかった、仕事で悩んだのに成果につながらなかった、そんな時に言ってあげてください。逆にそこがいいんだよ、逆にそれでいいんだよと。いやいや待って、頑張ったのに成果が出なかった、落ち込む、当たり前じゃないって思われたそこのあなた、逆にそこがいいんですよフレーズを言おうという風に頑張ってみてください。そうすると、いやちょっと勉強したぐらいでいい点取れちゃったら勉強なめちゃうやんか、受験なんか長期戦なんだから、逆にすぐに点に結びつかなくてよかったと思うよって言ってあげたりとか、仕事を頑張ってもうまくいかなかった、そしたら別の方法を考えるきっかけになったよね、逆にいいじゃんという素晴らしきアゲマン女子の発言をすることができた瞬間に、あ、この人ってそばに置いといたらめちゃくちゃ自分を元気づけてくれるなとか、そんな存在になるんですよね。二つ目いってみよう。男の人が自信を失ったり何かに大失敗した時に言ってあげてください。可愛いねと。多分ね、多くの女子は男性が落ち込んでる時に可愛いねなんて言ったらムカつかれるんじゃないかなって思ったでしょ。全然そんなことない。男の人ってなんだかんだ自分が失敗したことを認めたくなかったりするんですよ。失敗した自分すらも可愛いと思ってくれる、イケイケの時はかっこいいと言ってくれる、何をしても自分のことを好きでいてくれるんだという圧倒的安心感に男子は惹かれちゃうんですよ。どうしてもこれがね、男の子にマザコンが多い理由の一つだったりします。この原理を女子がちゃんと理解して、男の人が失敗した時に可愛いねと一言言い放ってあげることができた瞬間に、あなたは男子たちのお母さんをも超えるような男性コントロール能力が身につくんですよ。では極めつけの3つ目です。才能がすごいと言い放ちましょう。男の人はね、なんだかんだで自分が特別な能力を持ってるんじゃないか、何かきっかけがあろうもんなら自分は才能を一気に開花させることができて圧倒的にパフォーマンスを出すことができる、そういった世界を夢見てるんですよ。だから転生ものの漫画とかアニメがめちゃくちゃ大流行りしたりとかするんですよ。しかし世の中は厳しいです。頑張っても成果が出ない、そんなことはザラにあります。しかし皆さんはとにかく相手の才能を褒めることです。いや、何々くんってさ、なんか成績が上がらないって悩んでるけど、自分が分かってる範囲を人に説明するのめちゃくちゃ上手くない？なんかその説明する才能すごいなって思うんだよね、みたいなことを言ってあげてみてくださいよ。ドッキューンボーンですよ。女性が男性を虜にするにあたってブリックをしろとか別に言わないんですよ。ものすごくシンプルに、男の人を認めてあげる、包容力を持って接してあげる、そして才能を認めてあげる、ただこの発言をするだけで皆さんは男性にがっつり気に入られることができるんですよ。いやいや、まだそこまで親しげに話せる仲じゃないんだよと思われた方は大丈夫です。うちのチャンネルでは出会いたてのこと、なんなら出会う前のテクニックたくさんあります。これからも出していきます。なのでチャンネル登録をまだの方はぜひやっていってください。必ず皆さんのお役に立つ情報を提供します。それでは本日のまとめです。なんやかんやでプライドが高い男性というものをトリコにしていくテクニックは、男子が何かしらの理由で落ち込んでる時にこの3つのフレーズを言ってください。1、逆にそこがいいんだよ。2、可愛いね。3、才能がすごい。これら言い放つだけで大丈夫です。言い慣れないなーとか、ちょっと言うの照れるなーという時は、恋愛対象じゃない男性、もしくは、すごく仲のいい女友達に対して、まるで息を吸って吐くかのように、自然に言えるように練習をしてから好きな人に試すようにしてくださいね。近々皆さんに重大発表を行います。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにしてください。それではまた次の動画でも会いましょう。アディダス。